ファミマメモさやかです。イースセルセタの樹海をやっていきます。これからね、聖域の奥に行くところなんですけれども、その前に各所を回っているところですね。前回、ハイランド、セルレイ、コモドが終わったので、久しぶりにキャスナーに帰ってきました。久しぶりだよ。今日も空は突き抜けるように青い。遠い本国の空も同じだろうか。めっちゃホームシックじゃん。樹海に出向いた正規軍のやつら、今頃どうしてっかね。さすがに全滅はしてねえだろうが、結構な被害が出てんじゃねえかな。あの二人結構な任務を追ってるからね。重要な人の世は繰り返し、所詮はただの繰り返し。過去から何かを学ぶなんてそんな奇弁に過ぎないわ。そうですね。正規軍を指揮してるグルーダさんだっけ。顔は可愛いんだけど、イメージと違ってずいぶん背が低かったわね。そうね。でもそばにいた団長さんだっけ。あの人はスラッとしていて、おまけに挑発でかっこよかったわね。へえ。なるほど。あ、そういえば次回って言っちゃったよ。兵士さんたち大勢やってきたかと思ったら、すっかり元通りって感じね。つまらないわ。なるほど。で、この人から買います。はい、日々の潤いを100ゴールドで買います。どうも。じゃあ今日は宿酒場の看板娘ルルカちゃんで一つ。聞いて驚くなよ。実はルルカちゃんはあのムキムキマスターの娘なんだぜ。驚いた。そっかそっか。どうだい、さすがはオイラだろう。はい、もうこんな方でもね、こんな方トロフィー大賞ですから、ニコニコしながら聞きましょう。我が名は魔物二世。もう二世になってる。父の無念晴らしてくれるわ。進んでるこの二人。話がすごい。貴様なぜ生きている。確かにとどめを刺したはずだ。はあ。どうやら正義軍とやらは残らず樹海に入ってったみたいだな。それにしても任務で樹海に入るってのは一体どんな気持ちなんだろうな。俺だったら土壇場で逃げ出したいちまいそうだぜ。確かに。正規軍の出発に加えて、最近ではグリゼルダ総督も樹海を赴いていたみたいだな。危険な樹海に自らも足を踏み入れるとは、全くもって立派でたくましいな。確かにね。驚されたっていいじゃない。そうさ、僕そこが凡人、ゴシップにはすぐ飛びつく、そんな男さ。確かにここあんま来てないわ。なんで。グリゼルダ総督の姿をたまに街で見かけるんだが、いつも忙しそうにしてるよ。どうでもいいが、ありゃ今期を逃すタイプだね。ってすでに逃してるのか。うわ、めっちゃ余計なお世話。嫌われるやつ、ね、それ周りが気づかないやつ。樹海に入った正規軍だが、彼らは皆一様になんだか怪しげな仮面を携えていたようだ。あれは一体何だったのだろうか。たとえ優秀な防具になり得たとしても、団全体で仮面をかぶるなど、想像すると不気味で仕方ないな。確かにそうだよね。その甲冑とかじゃないもんね。マスターが定めたルルカちゃんに交際を申し込む条件、それは何を隠そう、マスターに腕相撲で勝つことに他ならない。樹海に旅立った兵士たち、お前たちのチャレンジ精神、なかなかのものだったぜ。ほう。あーなるほどね。うわー、いたんかな、全然わかんなかったな。あなた知ってる、正規軍には若くて格好のいい新参の団長がいるのよ。そうか、レオ団長のことじゃないのか。挑発で髪の毛、あーレムノスのことか。なるほどね。美しいオレンジ色の挑発に切れ髪の目、切れ長の目でした。別にタイプというわけではないけれど、一度くらいなら遊んでみたいわね。それにしたってパパも過干渉よね。そもそも私、パパに勝てるような体型の人は正直タイプじゃないのよね。なるほど。キャスナーは新しいクエストなし。青年よ、君を私のようになりたければ常に他人の視線を意識することだ。その緊張感が君を必ずやパーフェクトボディに導くだろう。まあ言わんことすることはわかるけど。アドルたちに遅ればせながら、他の探検隊
探検家連中もコモド痩せる連に続々とたどり着いているようだな。俺も話に聞くだけではなく一度この目で見ておきたいところだが、とはいえ探索を通して傷つき倒れるものは未だに少なくない。さすがに危険を冒してまで樹海に潜り込む勇気は持てないな。みんな迷いの森を向けてるってことだよね。すごいね。だんなったらまたルルカに言い寄った人間を腕相撲で負かしたみたいね。変な虫についてほしくない気持ちはわかるけど、というかあの人ああやって自分も楽しんでるようなのね。まったくここを見せ物小屋にでもしたいのかしら。奥さんの愚痴も止まらないと。こういう過保系の女性ってどうやったら結婚できるんだろうね。いつの間にかしてるもんね。さあ次、家回りします。それにしてもお友達ってどうすればできるのかしら。いっそ私も働きに出ようかしら。確かにね、家にいるのがそんなあれだもんね。出会いがないもんね。働くってのはなんか共通の目的もあるし、ありっちゃありな気がする。自分はお酒を飲むと人が変わると言われるのであります。ですがいつも記憶がなくなるので自分ではよくわからないのであります。ダメじゃん。グリゼルダ総督素敵だよな。まっすぐ一本芯が通ってるっていうか憧れるぜ。ねえわかる。ミミね、最近自分の名前が書けるようになったの。次はパパの名前に挑戦するの。パパ泣いちゃう。お母さんじゃなくてパパなんだ。子供の成長を見るのって本当に楽しいわね。それはよかった。幸せな証じゃん。お腹とか触ったら怒るかしら。えい、触れてくれんの。あ、ここもいい。あったかくてとても気持ちいい。猫のお腹って何なんだろうね。あれね、魔力だよね。猫のお腹はすごいよね。さて今日も一日頑張るわよ。えいえい、オーダー私。偉すぎる。今日も一日頑張るぞ。掛け声とか大事だよね。その自分の口にして耳に届いて脳が勘違いするっていうね。ジャイブは悪い子じゃないんだけど口数が少ないのが難点なのよね。でもだからこそエイダちゃんとは好対照だと思うのよ。確かにタイプが違うからこそ歯車が合うとかあるよね。都会には浴場というものがあるそうね。それはそれは気持ちいいらしいけど、私もいつか入ってみたいわ。私も温泉好き派。ロムン本国から来た正規軍ってのは揃って樹海に向かったみたいだな。あんな危険な場所に向かわされるとは。ロムンのことは気に食わねえが兵士一人一人思うと哀れに感じるぜ。人だもんね、やっぱ兵士さんとはいえ。お酒を与えるたびに痛感するけど、この子お酒に強いわね。まだお酒の話してる。ロムンの正規軍だっけ。樹海に入ったままなかなか帰ってこないよね。もしやずっとテント暮らしだとしたらしんどいね。理由は全くの謎だが、樹海の大河の向こう側にかかっていた霧のようなものが晴れたらしいね。その影響で天気がいい時には何やら塔のような影が確認できるようになったが、なんとも想像力をかきたてられるね。不思議な世界だな。塔のような影か、よくわからねえが大河の向こう側で何かがあったってことか。誰でもいいから早く大河とやらを突破して何らかの情報を持ち帰ってきてほしいもんだな。浮き屋さんに行くのを忘れていた。おお、よく来たな。実はこの度新商品をドカッと入荷したんだ。よかったら見てってくんな。どれも自慢の一品だ。じゃあ管理理科の食器武器とかあんなんか抜けてたんで買っとこうかな後で。よし、じゃあ鉱山方面に行ってキャスナン周り終わりかな。娘ってのはなんであんなに可愛いんだろうな。あーミミ、早く帰って会いたいぜ。帰るまでにお父さんの名前書けるようになってるかな。よいしょよいしょよいしょ。人生楽ありゃ縁でこりゃ、辛いこともある。そうだね、家族がいるのもまた人生楽しそう。また遺跡が見つかってな、今まさに仕事を止めてるところなんだ。
はあ、なかなかはかどらないぜ。遺跡発見？本当に？鉱山で見つかる遺跡には翼の神が描かれたものが多いんだ。詳しいことは俺たちにはさっぱりだかな。え、それってわしが行けるやつなのかな。この上行こう。本日も異常ありません。きっと明日も明後日も異常ありません願望。まあでもそれが平和よな。むしゃむしゃバクバク、うまい。それなりにうまい。それにしても俺ってはいつの間にか料理担当ってことになってんだが、もともとは当番戦だったんだぜ。せめて誰か手伝ってくんねえかな。もし自分が休憩するときに誰かが代わってもらって、でその誰かが来ないことによってその人が休んでるんだったら、ちょっと意義ありっていう気持ちはありますね。俺の敵、それは太陽だ。ってことで今から寝まーす。おやすみまあね、今の方はね、夜勤っていうことらしいので存分に寝ていただいて構わないんですけど。レオ団長の髪型って独特だよな。ふん、まずい、思い出したら笑えてきやがった。まあでもなんかこう昔の武士っぽくあるよね。漫画になりそうというか。あれ、こっちって何かあるんだったっけ。いや何にもないか。あれが大樹で、塔が見えるか。見えてるもんなのかな。グリゼルダさんいないんだよね。このところグリゼルダ総督は強行軍が続いておられる状況だ。今日にしてもあの資源の地から戻ってこられたばかりだな。マジ？態度にこそ示されないが、その疲労は相当なもののはずだ。だからいいか、お前たち総督への要件は手短に済ませるんだぞ。マジ？すっごい大変。資源の地の情報を知らされているのは総督府でも一部の人間だけだ。分かっているとは思うけど、町とかでうかつに話さないように気をつけなよ。なるほど、情報が欲しいっていう人もいたけど、戒厳令じゃないけど情報広まらないようにしてるんだね。ハイランドの襲撃はあくまでグルーダ個人の判断。ロムン本国への裏切りとも取れる行為だ。正規軍にかぶせたあの不気味な仮面もその実態に関して一切の報告すらなかった。グルーダめ、怪しいやつとは思っていたが、まさかここまで大胆な行動に出るとは。だがともあれ、ハイランドの方は総督閣下の管理下に置くことができた。今後は町での戦闘行為はもちろん、外部からの侵入者が入り込まぬよう力を尽くさせてもらおう。めっちゃ真面目なセリフでした。グリゼルダさんお疲れ様です。貴殿らか、よく来たな。繰り返しになるが、資源の地での活動について私の方から特に制限することはない。ただし向こう側で得る情報をむやみに垂れ流さなければ。だがな、それではな、また何かあったら狂うといい。密信探しをしたいと思うんですけどさっきさ、なんかこっちあったっけって言いながら来たわけじゃん。でさ、私この辺でさ、確かさ、なんか木がうんたらって言わなかったっけ。なんでこのミッシーが目に入らなかったんだろう不思議。動画見ながら、あれミッシー今いたよって気づいてる人いたんかな。失礼しましたみー、あ、城壁の外に出るんじゃなくって内側に逃げるんですね。コモドに帰ってきた。あー、木見てないんだよ。ミシシ、ミシシ、ミー。ハイランドに戻ってきまして、金塊をね、クエストをするの忘れてましたね。金塊を売ってくれるのかい。うん、確かに物は揃っているようだね。それじゃあその銀塊を3個1万ゴールドで買い取らせてもらうよ。で、ここでね、またトロフィー対象のクエストになっております。もう一声。おお、なかなかあんた隅に置けないね。これでも十分勉強してるんだが、よし、わかった。これ以上価格は上げられないが、土産にハニーポーションを一つつけるってのどうだい？他には？さすがに安すぎるってかい？ハニーポーションだって100ゴールドだからね。なら代わりにビターポーション一つでどうだい？他には何かないの？
うん、まだ足りないってのかい。なら代わりにスベスベファーを一つでどうだい。他には？うん、これでも足りないってかい。ならそうだね、棒銃の爪を一つでどうだい。まだあるんだね、他には？うん、あんたもいい加減手強いね。ならそうだね、店にも置いていない珍しい素材、くちばしハンマーを一つでどうだい。え、素材なんだこれ。これを乗った。よし、それじゃあ交渉成立だね。くちばしハンマー、ハンマーっていうから武器なんかなって一瞬思ったけど。それにしてもあんたいい根性してるよ。まあ何がともあれ、今後ともうちをごひいきにね。終わったか。銀の買い取りを達成したからの、はい、秘めてる商材、こちらのトロフィーが欲しかったんですね。ありがとうございます。あ、くちばしハンマーこれだ。大土のような迫力で振り回される会長のくちばし、5個しか持ってない。レアいんだね。この辺りのレア素材も確かに大変そう。なんか途中であの敵戦えないんだけどみたいなことにならないといいな。さて、一通りマラソンもしたし、クエストもしたし、メインストーリーを進めていこうと思います。ダイアリー的にはですね、今からこの聖域の奥に向かうっていうところからなんですけど、塔の近くに今いるんですね。で、今までは雷が鳴ってたから安易に移動できなかったんですけど、ここが行けるようになったっていう話ですね。お、テーブルマウンテン、山を下っていく。治癒壁、道中で記憶を見るらしいので私も見ます。赤毛の人気者、高原の集会所にて取り合われるアドル。はなるほど、プロマロックではそんなことが。では続けてお聞きしたいのですが。おい管理理か、そろそろ俺たちに質問を変わってくれたっていいだろ。そうだそうだ、アドル君は君だけのものじゃないんだからね。まあそれもそうですが、というわけでアドル君、君がこれまでの旅路を通して見てきたピッカードについてなんだが。はいはい、そんなくだらない質問は永遠に後回しにしてね。大人気だね、永遠って。でアドル君、ズバリ恋人は？君なんだかんだで結構可愛い上に、そのギャップでいろんなタイプからモテるだろうから、実は故郷に将来を誓い合った恋人でも残してきたりするんじゃない？確かにアドル君って幼馴染いるの？もしくは行く先々でその都度アバンチュールに燃え上がったりとか。アドル君はその気はなくてもその気にさせちゃう天然さがあるっていう感じのキャラだよね。その反応、単なる純情なのか図星なのか。そういえばあなた随分リーザと仲がいい気がするけど、まさか狙っていたりはしないわよね。色男は大変だな。もしそうだとしたら往復便たところじゃ済まないのです。うむ、アドルさんに限って半端なことはしないと思いますが、もしもリーザ姉さんを泣かせるようなことがあれば丸坊主にでもしてもらいましょうか。そんなことでいいの？吊るし首じゃなくていい？とりあえず同じ男としてこの状況には同情しますね。うん、そうだね。よし、ならはここはピッカードの話で話題を。はいはい、皆さんいいですか？あのですね、このめったやたらに質問をぶつけていたのはアドルさんも困ってしまいます。というわけでここからの質問は一人一つまでとさせていただきます。まあでも仕方ないか、なんだかんだで結構時間も経つし。よし、ならば改めて私から。待ってください、順番を私が決めます。ということでアドルさん、早速私からの質問ですが。で管理理か、お前はもうそれで何個目だ。そうだよ、ずるいよ君ばかり。さすがは管理理か姉さん、もはやこの場の主導権は完全に姉さんのものなのです。2マップぐらい進みましたかね。石碑があったので、ここの先は
周囲から獣たちの気配が消え去った。辺りは静けさと正常な空気に満たされている。いつもなんか夜になってるけど、気づいたら今全然昼だよ。キャンプする？するか。じゃテントを張る。なんか視界にジュレンがいないとなんか寂しいな。おやすみ。心地いいせせらぎの音と、だよね、ここ川あるもんね。精霊樹の香りに包まれてまどろむと体が安らいでいくのを感じる。アドルの脳裏に封印された記憶は呼び覚まされる。あ、ちょうど遭難した時の話じゃない？遭難ではないか。体力が限界のようだ。これ以上走れそうにない。クククどうした？もう逃げないのか？誰誰誰に追われてる？あー、この人か。人間風情にあれを預けるとは無駄なあがきをしたものだな。黙って見ているがいい。真の神である私が力を手に入れる様を。今仮面持ってる。今仮面の影あった？全然見えなかったけど。貴様、己、一体何度私の邪魔をすれば。決定的な瞬間は見れたけど、これを受けてどう思うかだな。ハドル、大丈夫？うなされてたみたいだけど。エルディールの夢を見たよ。やはりこの辺りでアドルを襲撃したのはエルディールなどだったか。しかしなぜアドルにとどめを刺さなかったのだ。とどめね。おそらく俺たちが塔で会った時と同じ状況なんじゃないのか。もう一つの人格もまだ完全に覚醒しているわけじゃないのかもな。でも時間が経てばどうなるかは分かりません。そうね、急いで出発しましょう。うん、なんか2パターンある。こっち下が目的ね。こっちはじゃあなんだろうな。灰の森、灰の森を通ってって言ってなかったっけ。これはいけないっていうこと。モヤモヤもしてるし、泳いでるから上にも行けないってことか。どっちにしろ南に行かなきゃいけないのね。で、その先が地下樹林帯になってて、で、地図を見ると何か町みたいなのあるんだよね。じゃあこっちが何なのでしょうか。なんか地下っぽいよね。あ、町だ。あれはなんかテイルズでもこういうところあった気がする。すごい趣あるね。あれが歴史を知る者の里か。ずいぶん幻想的な光景だな。まさかこんな日の届かない暗い場所にあるなんて。里の存在はハイランドにも伝わってはいたのですが、こうして実際に訪れる日が来るなんて。ここはアドルも初めて来るのよね。わかんない。アドルさん、キックしますよ。何をとぼけたことを言ってるんですか。聖域の雷雨が解除されなければ私たちも入れない場所ですから、当然来たことがないはずです。確かに言われてみれば。てんてんてん、どうした。デュレンさん、何珍しく神妙な顔しちゃってるんですか。ぶっちゃけ気持ち悪いです。いや、なんでもね。行くとしようぜ。噛みついてこない。おお、ちょっと待って、今どこ。あ、ここか。なるほどね。はあ、本当に不思議な場所ね。同じ資源の地でもハイランドの周りとは全く様子が違いますね。ね。誰かがこちらへ来るぞ。なんでデュレンピッてならなかったの。あ、なったわ。こんにちは。緊張してるの。可愛いわね。可愛いって言われた。私の名前はフリーダ。里の語り部であり、
女戦士よ。女戦士。アドル君、よくここまで来てくれたわね。名前を知られている。なぜ僕のことを。なぜでしょう。年上のお姉さんって神秘的なところがあった方がいいでしょ。ふん、想像していたのと全然違うじゃん。ねえねえ、こんなに気弱そうな男の子で大丈夫なの。誰が喋ってるの。あら、今のは私じゃないわよ。デュレンばっ。どこ見てるのよ。ここよ、ここ。デュレンだけなんか反応がないんですけど。失礼しちゃうわね。妖精。え、これって私は人造妖精ニナ、フリーダのパートナーで里の伝令役よ。あー、ユレンがなんかワンワンしてたのってこれか。なんか通信機なんじゃなくって直接この子に話しかけてたんか。人造ってことはここで作られたってことですか。しかも妖精って本当にいるものなの。驚いたの。うん、なかなかいい反応ね。びっくりしたでしょ。そうでしょ。さあさあ、他に質問はないの。今日は特別に何でも答えるわよ。例えばフリーダの体重とかスリーサイズとか、もっと恋人の名前とか。なるほど。まったくあの子と来たら。それで、あれ、ごめんね、どこまで話したっけ。フリーダののがなんで僕たちを知っているかという話だったが、コホン、そうそう、その話だったわね。そうね、いつまで黙ってるつもりなのかしら。チラねえ、デュレン君。おい、知らぬ存ぜぬに付き添おそうと思ってたの。話すと長くなるから単刀直入に説明するわね。あなたたちのことはデュレン君から教えてもらってるの。彼はこの里の出身なの。マジ。そうなの。どういうこと。どういうこと。セルセッターの樹。はい、歴史を知る者の里だな。それにしてもドゥレン君に直接会うのは久しぶりだけど。何その髪型、似合うと思ってんの。ダサーい。うるせえお前ら、こんな時まで茶化すんじゃねえ。今はそのポニーテールしてるけど、昔は短髪だったとか。アドル、それからみんなも黙っていてすまなかったな。一体いつから。記憶をなくしたお前さんとキャスナンの酒場で会った時からだ。あ、そう、その前に情報屋としてお前さんに会っていたっていうのは、その実は嘘なんだ。すげえ忌憚が効いた嘘だね。ひどい。説明を要求します。大人の事情とかいう便利な言い訳はなしですよ、うん、何やら理由がありそうではあるが。ああ、もちろんだ。このダナンは遥か昔に業を背負った人間たちがひっそりと暮らす集落。私たちの行動はそれと関係しているわ。業を背負った。はて、どういうことでしょう。そのあたりの詳しい事情については里の長老が皆さんに説明するそうよ。今から私とデュレン君が里を案内しつつ、皆さんを長老の家までお連れするわ。ああ、そこで全てを話させてもらおう。アドルさん、それでは早速行きましょう。長老の家は中央棟の手前だよ。途中見学したい場所があれば寄ってもらって構いません。フリーダの実家とかね。クスクス。あなたね、あそこには何もないわよ。さあさあ、アドル君、気を取り直していきましょう。私は二人の関係がとっても気になります。やったです。あ、二人になるんだ。へえ。じゃあ今回のパートはここまでにしたいと思います。ありがとうございました。